これは良かったでしょ、まあ、う、うん、正直すごい、うん、あのタイプの違う 2D、まあ、3D アニメにプラス実写っていう、こうもう拍手するレベルの映像の組み合わせっていうのは日本でも無理だよなっていうぐらい、もうアニメの技術がすごかったから、うん、それは前よりもパワーアップしてたし、もうとにかくアニメを見せてたなってところですごかった。特にまあそれぞれのスパイダーマンの書き分けとかもね、うん、そのタッチを多分あの元ネタがあるやつ元ネタに寄せてたりとかするから、うん、あの主軸の世界にいろんなタッチの絵を入れるのはもう新しい感じもしたし、うん、3D アニメの中に 2D の手書きっぽいのとか、うん、なんかこうラフ画っぽいのとか、はいはい、なんかこう昔のアニメ風とか実写もそうだけどとか入れるのは結構新しいなって感じがしたから、それはすごい良かったし、うん、あと色彩センスかな、俺荒木博彦思い出したぐらいそのグエンとお父さんのところって結構油絵っぽいような表現になってたと思うんだけど、うん、色を見るとすごい色使っててあそこら辺、うん、なんか本当に芸術家タッチの言ったら一枚絵として完成してる絵をアニメーションしてるから、あれは並大抵でできるもんじゃないというか、うん、どこを撮っても絵として完成されてたっていうのがすげえなっていう、アニメーターとして楽な絵っていうところを選んでない、あこう本当に作品としてこう毎秒毎秒見るたに新しいアニメがどんどん出続けるみたいな、すごい転調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 だから物語が退屈だったんだけど見れたのは絵が とにかく点々点々みたいな感じだったっていう、なんかちょっと、うん、不思議な体験をさせられた。この映像は真似できないよね、他でも見られないし、うん、コミックがそのまま動いてる感じ、前作を通してすごいすごいよ、うん、ただ遠くにある背景というか、うん、全体的な絵も若干そうなのかな、なんかね多分遠近感を出すためなのかぼやけてんだよ結構、あれが見る人から見ればチカチカすんだよねすげえ、なんかあの、はい、3D で見る画面みたいな、うん、ちょっとダブリみたいに見えると乱視みたいな状態、二重に見えるものが頂点をずらした時みたいな言い方かな、そうそうっていうのがリアリティでもあるんだけど後ろのちょっと見づらさもあったから、あれもうちょっとうまいことなんとかなんねえかなとか思ったのは一個あったかなっていうぐらい、 あとはねやっぱりね若干カクつく部分があるんだよね、あー、うん、確かにあれ何なんだろうね、多分なんだけどコマ数足りてないんだと思う、手書きだからじゃないかな、一部ちょっと滑らかじゃないといけないところが若干コマ数足りてないような絵になってたから、その部分でちょっとこだわりすぎるがゆえの、うん、なんだろうな、そうね、手の足らなさなのかなってアクションの見せ方はうまいなとは思いました、ね、もちろんアニメーションとしてこうスパイダーマンっていうもののカメラワークじゃないけどこうアニメーションのこう動かし方とか、うん、そういうのは前作よりもさらにパワーアップしてたし、こう 3D 軸での動かし方、うん、X 軸 Y 軸 Z 軸をうまく組み合わせたこうカメラもぐるんぐるん動くわ、あのアニメもぐるんぐるん動くわっていう、あの本当に新エヴァ並み のプレビズ使ったんじゃねえかみたいな、うん、こう映像の完成度だったから、あのアニメーションの動かし方はもう100点満点だな、だからこそ脚本の演出的な下手さっていうののアンバランス、演出ストーリーと映像演出、そこがこうアンバランス、映像は神ってるのにギクシャクしてんねずっと頭の中が映像いい映像いいなんで話すまねえんだみたいななんかずっとそれ、はい、このね演出いいよね電車乗るんだって、前作でもみんなでバス乗ってたからギャグだ、グエン可愛いよね、グエン可愛い、ここね、ここはちょっと予告の時興奮した、インディアス、あ、こいつ一番好き、ミゲルは嫌い、ピーター B パーカー、ここのミゲルはちょっと好きだった、うん、お父さんっぽい、暗いんだよな基本、そうなんだよ、なんかスパイダーマン曲かっこいいんだよな、やっぱりこのエンディングのさ、うん、最初のやつリサの方は、ね、リサは知らない反転してんのはスパイダーマンらしさでよかった。